はい、本日はですね、本革のキーケースを作りましたので、そちらのご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。ということで、そろそろ皆さん12月に入りましたので、まあ、プレゼント何しようかなとかね、まあ値段的にも何がいいんかなとかって考えるじゃないですか。ほんなら、まあこういうのどうですかっていうのももちろんそうやし、それ以外にあったらですね、鍵とかって最近僕もバイク乗り出して気づいたんですけど、むき出しにしてるとタンクめっちゃ傷つくんですよね。だから、まあ、鍵がね、コツコツ当たっていくと、まあ、傷つくっていうところで、こういうね、カバーをあったらどうですかっていう話して、もちろん車はもちろんそうですよ。その本なんかあったりとか、それ以外にあったらね、駐車券皆さんどうします？この駐車券をビーって運転していって、ポチッと押したらビーンって出てくるでしょ。で、これ口に加えたら汚いので、それはやめてくださいね。皆さん菌がありますので、それは大の大人はその子せんと思うんですけど、これ上にピュッてやったらね、忘れるでしょ。このままね、普通にバーンって降りて買い物行くでしょ。ほんなら、あれ駐車券ない？うわ、車の中やってなるじゃないですか。で、なんやったらほぼそのために作ったと言っても過言じゃないですけど、なんてやったら僕がそれをやるんですよ。で、駐車券その上にあるんやったらまだいいですよ。最悪の場合なくすんですよ。あれ、どっか行ったってなるんですよね。で、これ1枚で多分5000円ぐらいするんですよ。で、僕みたいにね、よくこういうのなくすねんって方はね、そうそう、これ5000円すんねんっていうの知ってると思うんですけど、まあ、それぐらい高いのでね、まあ、そういう意味も込めてね、キーケースいかがないですかっていう話をね、今日させていただきたいなというふうに思っております。ということで、本日の流れとしてはですね、まずはこちらを開封していきたいなと思います。これちなみに僕が使ってるやつだから、僕、これは開封しているやつですけどね、こちらにね、新品がありますので、これを開封していって、で、その後は軽く特徴だけ話させてください。で、その特徴を話させていただくんですけども、僕の視聴者の方でもね、正直これ用途としてキーケースあんまいらんっていう方もいらっしゃるじゃないですか。で、そういう方はね、まあデメリットというか、まあこういう方はあんまちょっと微妙かもしれないですねっていう話して、その次はね、これ早速もう購入していただいてる方いらっしゃるんですよ。だからそういう方はね、どういう風にして、プレゼント用なんか自分用なんかとか、まあそういう話をお話しさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、まずは最初開封していきましょう。実はもしかしたら勘のいい方はね、お気づきかもしれませんが、これ僕のキーケースでしょ。で、ここにいろいろね、こう鍵をね、入れてます。で、まあこれは以前ね、スローとコラボした時のね、ヌメ革のやつが入ってたりとか、まあ鍵が3つぐらい僕はあるんですけど、それを入れてますと。ほんで、これってあれちゃうのと、タクゾー出してたこの財布のやつ、形違いちゃうんって言ったらその通りなんですよね。この財布の方は僕5月から使ってますので、結構まあ経年変化がね、出てますが、これ全く同じ色ですよ。キャメルで同じ色なんやけども、キーケースの方はね、まだ1ヶ月ぐらいしか使ってないので、そんなに変化はね、あまり出ておりませんが、これ実は同色で僕は揃えております。で、ちなみにバイク用はね、オレンジにしておりますので、まあ、バイクはそんな感じなんですけども、まあ、まず見ていきましょう。こちらがね、キャメルです。さっき見ていただいたやつもこれ新品ですね。土地レザーのねカードとキーケースになっております。まあ、中身はねこれですね、4連になってて、これは一応アンティークゴールドの色味を使っております。シルバーとかじゃないです、アンティークゴールドね。で、ここは後でカードさせるっていう話するんですけど、カードさせるようになってて、で、このボタンがマグネット式になってるので、近づけるとパチンって引っつくようになってます。パチンって引っつくようになってます。そして次が、大人気のキャンプグリーンですね。もう全部にねこの土地レザーのカード入ってますよ。これと、キャンプグリーンですね。で、キャンプグリーンを開けていくとズラーンという感じで、これもね中は同じ色になってます。で、金具も4連のアンティークゴールドですね。そして次が定番のブラウンですね。このブラウンはね結構やっぱ男性の方に人気ですね。ちょっとまあ男っぽい色味なんかもしれないですけど、まあ、これがダークブラウンで、中もこんな感じでダークブラウンになっております。そして最後がオレンジです。このオレンジも上品ですよね。ちょっと小物はオレンジでもいいかななんて思ったりしてね、僕はバイクをオレンジにしたんですけども、中はこんな感じです。4色出すとこういう形ですね。この皆さんが見て左の方からダークブラウン、キャメル、キャンプグリーン、オレンジという色味、こういった4色展開で作らせていただきました。ではね、特徴いきたいなと思うんですが、まず特徴1つ目っていうのが、これまず5000円以下で出したいなということで、5000円以下で出せるようになりました。ギリギリね4900なんぼっていうことで、まあちょっとプレゼントしようかなとかって思った時とかって、あんま高いのもあれなんでね、まあ5000円以内やったらちょうど買いやすいし、まあ自分用もね、ほな買っとこうかってなれるじゃないですか。で、まあこれ裏側見てもらったらね、ここにメイドインジャパンって入ってるんですけども、もちろん日本でね作られてますので、ちょっとなんかこう壊れたなとか、こうほどけていたなっていう時はね、修理なんかも対応しますので、それも全然言ってもらったらなと思いますので、まず一応これは5000円以下で出せるようになりましたというところで、比較的ねリーズナブルなんで良かったかなと思っております。で、たまにねこういうね、まあ結構シンプルな感じのキーケースやねんけども、これでも結構値段するやつってあるじゃないですか。こういうただ刺すだけのやつやねんけども、でそれはねやっぱりね、こう使い勝手的にねちょっとどうかなとかって思って、せっかくね皆さんにこう購入してもらったり見てもらうんやったら、ちゃんと使いやすいようにね一個一個取り出せた方がいいじゃないですか。ほんならまあこういうね、一つ一つキーがね取れたりとかで出せたりとかする方がいいかなと思ったんで、まあ、僕のねこの以前スローとのコラボ買っていただいた方もこうやって入れれますよということで、僕もね使っておりますので、もうこれヌメ革じゃなくてもね、もうほんまブラウン系になってきてますけど、まあ、こういう形でね使っております。で、そして次の特徴としてはですね、一応キーは4連にしております。だから4連4つはねキーはさせますので、僕も車の鍵入れるとねこんな感じになるんですけど、車の鍵入れるとさすがに閉まらないんで、もう車の鍵だけは上にしてこうやってポチって止めてます。で、これもねインスタグラムでね皆さんにアンケートを取ったんですよ。
ですよ。鍵って何個ぐらい持ってますかって言ったら、まあ、1つっていう人も中にはいてはるし、なんか飛び抜けた人はね10個とかいう人もいるんだけど、もうそんなもんあの10個もやりだしたらねキーケースじゃなくなってね財布みたいになっちゃうから、まあまあ3つやつがね一番多かったですよ。特に多かったのが、まあ、3つっていう方が多かったんで、まあ、1つは予備としてねあってもいいかなってことで、この4連のやつを探しました。アンティークゴールドをね、で4つは入れますよと。でその次がですね、まあ、やっぱ経年変化しますよね。でこの革ってね、さっきも言ったけど財布と同じ革使ってるんですよ。で財布もねやっぱ使ってたら勝手に経年変化していきます。でこれちょっとオイルするのめんどくさいなとか、こう手入れするのめんどくさいなっていう方もいらっしゃるじゃないですか。でこれはパッて見てもらったら分かるかなと思うんですけども、経年変化しますよね。でこの緑の人はまずは自分でオイルよく塗ってます。だからオイルをやってたらこんな感じの暗い深みが出てくるね、ちょっと大人な雰囲気が出てくるんですけど、まあこういった経年変化しますよと。でこの次の2つはね全くオイルとか塗ってないらしいんですよ。で普通に使ってるだけやねんけども、それでもねこうやってどんどん経年変化していくんで、まあ手のね素手の方の手の方にも油とか汗って若干あったりするんで、それでねこうやって触っていくうちに勝手に経年変化していくっていうのもあったりしますので、もちろんキーケースの方もね同じそれとかは使ってますので、どんどんこう使えば使うだけね色味が変わってきたりしますので、まあ、そんなも楽しんでいただきたいなというふうに思いますし、それ以外にやったらねやっぱ一番最後ここがこだわったところですよね。この駐車券、駐車券これなくしたらあかんのよほんまにね。で僕みたいな B 型の人やったらねお前なくすでしょ、気付けてくださいね。 A 型の人はきっちりしてるからいいかもしれないけどね。でこれどうすんのというとね、これピーって取ったら口じゃないですよね、口じゃなくてここに入れるんですよね。で入れ方としてはこういうふうに縦にねこうスポーンとね入れちゃってもらってもいいし、一応ねこういう柔らかいカードやったらね入るようになってるんで、こういうふうに入れてもらって閉じてもらってもいいですし、こうやって入れとったらなくさんでしょさすがに。どっか買い物してたりしたらすぐ旦那なくすんよとかね、すぐ奥さんなくすんよっていう人はねこれプレゼントしてあげてね、お前カードなくさんようにしとけよと、このキーケースよりカードなくそうが高いんやぞと、そういうところでね、まあ、無駄な出費をね抑えていただければなと思います。もうなんせ僕自身がそうやからなくすからね、あのこういうふうに作らせていただきました。まあ、なのでこうデメリットとかこう合わない人っていうのも確実にいらっしゃるので、それはどういう方かっていうと、やっぱり鍵とかがねあんまりなくて、そういう自宅とかって今も鍵じゃなくてカードの人も中にはいてはるんですよ。でもカードで、ね、自宅入るっていうその最新の人もいてはるから、まあ、そういう方はねこれもカードとか入れる用途としては作ってないんで、まあ、駐車券ぐらいだったら入れるんやけども、そういう用途としてはね作ってませんので、まあ、そういう方はねあんまりどうかなと思うし、まあ、それ以外にもねあんまりキーケースがあんま好きじゃないねんっていう方も中にはいらっしゃるかなと思いますので、まあ、そういう方はねどうかなとは思ってます。で、まあ、僕自身もねいろいろこうキーケースね、あの他のやつですよ、こういうさっきお見せしたやつだとか、あとはねこういうやつとか、あともう少しちょっと大きいやつとかいろいろあるんですよ。でその中でもねやっぱりここまででかいとちょっと使いづらいなとかね、これはね逆にちょっとちっちゃいなとかね、でこれはねキーをつける場所がねこの1箇所しかないからねちょっとどうなんかなとかで、いろいろこう試行錯誤した上でやっぱりこの辺がね一番使いやすいかなと思って、大きさ的にもねいろいろ考えて作りました。ちなみに大きさはですね1回失敗しております。あの全然これあかんでいいようなやつできてね、それ何かって言ったらこれ見た目はね同じでしょ、もう見た目のデザイン最初から決めてたからいいんですけども、大きさがねちょっとちっちゃいの作りすぎた、やっぱコンパクトの方が可愛いかなと思ったけども、ちっちゃかったら次鍵入らへんから、今でこそねこの大きい方にしたら鍵もねこう綺麗に入るようにはなってるんやけども、こっちじゃ入らへんよこの小ささでね、そういうところをねこういろいろこだわりました。まあなので購入していただいてる方でね、こうまあもちろん自分用として使うっていう方もいらっしゃったり、あと駐車券忘れる人もそうやけども、まあ、そういう方もいらっしゃったり、あとはね財布持ってんねんけど、財布はねこういうキャメルにしてんけども、キーケースはねちょっとこのグリーンにしてみようかなとかね、そういう色違いでもね楽しめるかなと思いますんで、購入していただいた方でもねそうやって色違いにあえてしましたっていう方もいらっしゃったんで、まあそれも一つねちょっと楽しめんじゃないのっていうことで、まあでもねこうでもない言いながらねちょっと見てくださいよ。でまあもう一個ねちょっと気遣ってるところっていうのが、あえてねここのボタンの部分をね真ん中にはしてないんですよ。普通ってこれ真ん中とかにあるじゃないですか、さっきも見てもらったけど、まあ、これとかも真ん中にありますよね。比較的ここの真ん中にあったり、これもそうやけどここ真ん中にあるでしょ。でこれなんで真ん中にしてないかっていうと、ここの位置だったらね親指でパンって弾けるんですよ。ほんならこう電話とかしながらね片手でねこうやってパンって外せるんですよ。だからまあやっぱ僕のね視聴者さんはこうやってできる男が多いから、やっぱこう電話しながらね部下と、おんよしほんならじゃあそこに2億突っ込めみたいな人も多いじゃないですか。ほんならまあそういうしながらね OKOKOK って、まあこれ今閉まってるでしょ、ほんならじゃあ俺今から現場すぐ向かうわってパンって開けるんですよ。だから一応ちょっと上目にします。でこれは右利きの人でねこうやってピュッて右手で開けやすいのもそうやけど、左利きの人もねこうやって左でピュッて開けれるようにしてますので、僕両利きですよなんていう人はね両方で楽しんでいただきたいなと思いますが、最後はねちょっと失敗のお話ししたいなと思います。っていうのもね、まあ、先ほど見てもらった通り、こう中はね全部こう同色のカラーになってるじゃないですか。この外がオレンジだったらこう中もオレンジになってるし、外がブラウンやったら中もこうブラウンになってると。ほんでキャンプグリーンもね、外がキャンプグリーンやったら中もちゃんとキャンプグリーンになってるじゃないですか。でもね最初はねやっぱヌメの方がいいかなと思ってね、勝手にヌメしてたらねちょっとダサかったね、なんかちょっとちゃうなーいうことで、しかもこれもペロンペロンにしてたからね、カード挟まれへんかったからね、ちょっとこれもあかんなー言うて、これはまあ僕がねあの工場さんに言って、僕のミスなんですけども、工場さんはちゃんとあの要望通り作ってくれたんやけども、なんか出来上がってみるとね、あなんかちょっと色ちゃ
合うくねとね、なんかちょっと変な感じやねいうことで変えたんですけども、まあ、最終的にはねいい形で仕上がってよかったかなと思います。まあなのでね、こんなん別にわざわざ味を出していくもんじゃないんですけども、こう使っていく中でこう5年10年って経てて、あ、なんか知らん間に経年変化してたなとかね、まあ、この僕のスロートのやつもそうなんですけど、あ、なんか知らん間にね、あ、色変わってたなっていうところでね、まあ、ちょっと思い出になるじゃないですか。で、あ、よかったなとかって思えるからね、まあ、ちょっとこう、まあ、自分へのねご褒美でもね、プレゼントでもね、まあ、見てもらえれば嬉しいなと思いますし、僕も頑張ってね5000以内で作れるようにというところで、まあ、いろいろ打ち合わせさせていただきましたので、下のね動画説明欄から見ていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで本日はですね、オリジナルのキーケースを作ったよという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。